ようこそ。私は健食さんです。本日は発酵食品のお酢とキャベツで体の内側からきれいになれる簡単なコールスローの作り方をご案内します。 NHK の菌活で体が変わる発酵食品の力という番組で、お酢が美しさと若さの秘訣と特集されていました。私は腸内環境の改善のためお酢を摂るようになり、3週間で血圧が正常な数値に戻り、体脂肪率が下がり 20% を下回りました。またキャベツやクルミは食物繊維が多く、作り置きしたコールスローを食べてお通じが良くなりました。私は医学部の大学院を卒業した管理栄養士でして、食品会社で健康食品を作ったりしています。興味があったらチャンネル登録お願いいたします。あと動画内に2種類の隠れミッキーが潜んでいます。探しながらお楽しみください。それでは、いってらっしゃい。